秋篠宮ご夫妻の長女眞子さまと26日に結婚する予定の小室圭さんが書いた論文がニューヨーク州弁護士会のコンペで優勝したことが分かりましたニューヨーク州弁護士会によりますと学生を対象にしたビジネス法律コンペに応募した2020年の小室圭さんの論文が1位になったということです。論文は、 ウェブサイトの接続におけるコンプライアンスの問題と企業化への影響と題され、優勝者には2000ドルおよそ23万円が与えられます。小室さんは同じコンペで2019年の論文では2位になっていました。受賞者は26日に開かれる弁護士会の会議でリモート形式で表彰されますが、この日は真子様と小室さんが婚姻届を提出する日にあたります。